運動後の疲労回復には BCA よりクレアチンやルデナの方が効率高いですか、また甘味料などの添加物が含まれていないおすすめのサプリやスポーツ飲料摂取方法があれば教えてくださいということなんですが、まず BCA なんですけど、別に BCA でもいいと思うんだけど、 BCA ってアミノ酸なんで別にプロテイン飲んでも変わらないので、疲労回復としては別にあるからいいと思いますけど、ただ僕は一番お金を出して損をしないのはクレアチン、特にクレアルカリンっていうちょっと処理が脅かされてる、クレアチンがあるんですけども、そういうやつの方がいいかなと思います。で、ロディオルとかクレアチン両方とも疲労回復効果はありますが、でもきついもんはきついので、もうこれはもう頑張るしかないですね。で、僕はどちらかっていうと、実際に疲れてるんだけど、運動ができるというか、筋肉痛でも体を動かせるようなメンタルを作る方が大事だと思うんで、結局僕いろいろやったんだけれども、サプリとかももちろんいいんですよ。ロディオルとかクレアチンとか使ってもいいんだけれども、結局いろいろやってみて一番効いたのが、運動の締めに瞑想をやる。30分ぐらい。っていうのが一番いいですね。こうすると、要するにそう、しんどさを自分と切り離して観察することができるようになるので、結構ね、激しい運動やっても辛くなくなるので、これがおすすめかな。はい。サプリに頼るよりかは、自分のメンタルを鍛えちゃった方がどうやら早いっぽいです。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。